皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、小数を分数に直す方法、これについて説明してみたいと思います。小数というのは小数第1を10分の1の位、小数第2、これを100分の1の位、小数第3位、これを1000分の1の位と言いました。ですから小数は10分の1とか100分の1とか1000分の1を単位とする分数で表すことができるんですね。0.1 はこれは10分の1でした。0.01 はこれは100分の1でした。0.001 はこれは1000分の1。こうなっていましたよね。そうすると 0.7 というのは 0.1 が7個集まっている。つまり10分の1が7個集まった数なので10分の7というふうに分数で表すことができます。 0.19、 9の位、これ100分の1の位なので、0.01 が19個集まった、つまり100分の1が19個集まった数なので100分の19という分数で表すことができます。この3番は整数の9なんですけれど、整数というのは分母を1とした分数と考えて1分の9というふうに表すことができます。こう考えていくと、小数というのは例えば小数第1位までの小数だったら10分のいくつ、小数第2位までの分数だったら100分のいくつ、小数第3位までの小数だったら1000分のいくつというふうに表せるということがわかります。では、練習の8問をやってみたいと思います。もうすでに学習が終了している人、この内容はよく分かっているという人は一度ここで動画を止めて自分の力で8問解いてみましょう。そして解き終わったらもう一度動画を見て、答えを確認してください。この学習は初めてだという人、まだ自信がないという人はどうぞ今から私と一緒にやってみましょう。では練習をやります。1番は 0.3、 これ小数第1、10分の1の位が3なので、これは間違えました、ここからは黒ですね、これは10分の3ですね。丸に 0.21、 この21の1は100分の1の位なので、これは100分の21というふうになります。丸3、 0.029、 一番後ろの9は1000分の1の位ですね。ですからこれは1000分の29という分数で表すことができます。4番 1.7、 これ整数の部分もあるんですけれど、小数点以下が何の位かだけを考えてください。そうすると7は10分の1の位ですから、これは10分の17という分数で表せます。5番は 0.2、 これは小数第1なので10分のですね、でこれは10分の2、これが 0.2 が分数で表した時の数なんですけれど、もうすでに約分というのを学習している人はここで約分をしておいてください。約分というのは分母と分子をその公約数で割って簡単な形にすることでしたね。分母も分子も2で割れるので2で割りましょう。約分するときには約分したとき斜めに線を引くんでしたね。10割る2は5、2割る2は1となるので、これは5分の1という分数です。
6、18、これは整数ですから、1分の18という形にしておきます。3.01 ですね。 3.01、これは100分の1の位ですね。1が一番最後は、そうすると100分の301という分数で表すことができます。8は 0.041、 一番下は、1000分の1の位です。ですからこれは1000分の41という分数になります。よろしいでしょうかね。この小数の一番下の位が10分の1の位なのか、100分の1の位なのか、1000分の1の位なのか、そこだけを考えていけば簡単に小数を分数に直すことができます。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書の問題、ドリル、問題集の問題を解いてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。